はいどうも、夏休みで浮かれている皆さん、そして夏休みなどない仕事の中でお疲れ様の皆さん、どうも私がチラと申します。本日もね、まあね、来ましたよ、僕の一大企画になりました。前回ね、まさにバズりにバズった、ね、バズりにバズったあの例の企画、スキャバと新一段のね稼働ということでね、いやー、もう本当にめでたいっすね。もう僕のね、一大企画。ね、前回1万って言って2万4400円かけた魔の企画です。いや、もう今回はね、いろいろとね、前回の反省もあるんで、それをね、用意しに行ったりしながらね、結果までの日を、その引きまでの日を、まあ、収める企画となっております。いや、久しぶりの実写がね、またこの一大企画ですね。僕の一大企画。よろしくお願いします。ではね、用意のとこからね、行ってみましょう。行きますよ。最近の一話らしく行きます。時飛ばす。うわぁ。いやぁ、帰ってきた。でね、ちょっとまず紹介します。まず一つ目。ツイッターで言ってみたんですけど、僕オタクのおじさんなんですよ。なので、こちら、買いました。こちら見てくださいよ。見て、オタクって言われるんで、ちょっとオタクをね、ただのオタクじゃちょっと嫌じゃないですか。イキリスタクになるまずこちら、来てきます。何考えてんの。次にね、軍資金、こちらですね。こちら見てください。全部100円ですね。で、今回は前回の1万、まあ1万円の3倍、3万円で勝負します。まあね、 YouTube でスキャバとやってる方々ってプレイ画面とかそういうのやってらっしゃるんですけど、こういう3万円とか1万円の福引き動画って全然見ないと思うんですよ。なんで、まあ、その目安としてね、皆さんがどれぐらいの目安、3万円どれぐらい出るのかなっていう目安にしていただけたらと思います。なんでね、この軍資金3万円、そしてこのドラゴンのパーカーを着て戦地に赴きましょう。じゃあ行きましょうか。レッツ突き飛ばし。よし、準備 OK、 行くか。午後だぜ、チケット、よっしゃ。じゃあ引いてきます。まずは5000円からいきますよ。何のチケット？はこちら、玄米の盾、いいね。お前にこっち新しいやつ、まあ、大体新しいけどね。星1、見た目好きだな。初めてのやつですね。早くもかぶり、 HP 回復、いいっすね。ユーザー認証時の職業にプラス、手に入れたチケット、うん、よっしゃー。セケットが出たまで10枚、まあ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 、このゲームで1000円でね、何も出ないのは当たり前ですから。安崎アニマ、おお、新しいやつですね。それなら100円をプラスですよ。ロック石像、プラスされるわよ。ガスラの槍、メタルブーストが強そう。やっぱりリビングデッド、期待してたやつだ。魔族師のローグ、絶対賢さがアップする。チケットを買いたいの。なるほど、それなら行くか。メッキー1000で何もなし。来ました。ねえ、やったやった。いや、ゾウも欲しいな。多分これめっちゃ見ると思うんだよな。賢さアップあるんだ。これで3000。ただ M がまだ出てないわ。いいじゃん、いいね。このね、
ちは有酸素運動によって大速大重で絶対強いでしょう。まあ精子やんないけど。ハヤトもね。なるほど。見た目どっちが高い。はい。いいね足。はい。新名ですよ。いやー新名今日ようやく来たね。フラーマシン強い。これ青がそこそこ使えそう。おお来てきた。見てこれ L がこれでもうローレシアとゲーム来てるんですよ。あと残すが一つでしょう。え？みんな大好きナイトリッチ。全体じゃなければ強かったんだよな、これ。マッスルタイム強そうだな。初だ。これで7000か8000終わったわけですね。お前じゃないんだ。いやー象が欲しかったな。象抜いたぞこれ。はい。いやー、運営ゴーステージが来ましたよ。ベルムド。失礼します。はい。迷うよ、一匹。二匹。いいね。これはもう無敵がマジで強いからね。1万円分聞きました。一応ギガレアとか L は出てるんですよ、数は。どうってはない、そんなに止まってはないんですけど、問題はですね、ゾーバが出ないですね。あと2万甘い。さあ行くぜお前ら。シーサーかっこいい。強どんどん咲くごとに強くなっていくグレイトドラゴン。デルカダードメイルグレイグの鎧。またゾーマが遠のいた。またゾーマが遠のいたよ。もう頼むよ、くれよ。おっと、こんにちは。私がチラでございます。もっとチケットが買いたいの。ここで実践してます。出るとまだ頼むで、もう出ると思うんですけどね。ローレシア、イレブン、ローレシア、イレブンって出てるから、もうそろそろ止まるんだけど、ここ。
前の最後よ、これが。まだ行くから。ただいま。さあ、見せましょう。成果。見えますか、これ。これが何なのか分かりますか。これが本日のおう本日の S チケットです。全部本日の S チケットです。では次に見せましょう。全部M サイズのチケットです。そしてこちらが本日の L の数です。じゃあ全部スペシャルチケットです。3万でゾーマは出ませんでした。信じたかったな。こんなことあるんですね。3万でゾーマは出ないです。そして私は動画にもありましたが追加の資産を投入しこちらを手に入れることができました。手に入れるまでの金額計算しました。お答えします。ゾーマを出すまでの金額と。いや本当っすよ。もうこれがもう物語でしょ。別にこれがもう全てですよ。33,500円ゾーマにかけました。まあ大体言えば今まで極限っていうのは2万に1枚ぐらいの頻度だったんですよ。ゾーマあれっすね、これ4万に1枚ですね。お前らさ、お前らこれはやるな。自分の金と運に自信があるならやっていいよ。でも半端なお金とか、例えばお父さんに、お父さんも全国のお父さんもせがまれた時1000円2000円では絶対出ないからやるな、これは。うん、最後まで本当に希望を信じてて、もう伸ばした手を絶対離さないってやつだけやれ。本当にそう思います。では今回検証、ゾーマ出ましたけども、私もう大爆死していました。こんなことあるんですねと。もう楽しく、なんか終わりが締めっぽくなっちゃいましたね。はい、本当に。ありがとうございました。この動画編集したらな、もう、奮闘時間7時間ですからね。もう何かいろいろ犠牲にした気がするわ。では、こちらね、今日はもうこれ証明できたんで良かったと思います。またね、需要さえあればラジオとかでいろいろお話ししたいと思いますんで、その時に会える日を楽しみにしております。では今回はありがとうございました。長期間お疲れ様でした。